アザゼルアザゼルは、旧約聖書レビキ第16章の食材の日の儀式についての記述の中で言及される名詞である。また、目視文学やラビ文献にも、アザゼルという名の名天使が登場する。旧約聖書レビキ16章には、食材日の儀式の方法が示されているが、その中にアザゼルの名が見える。この箇所では、神はモーセに、 最新アロンがイタリ聖書に入る儀式について伝えている。七番目の月の十日を食材の日として祝うとき、イスラエルの人々から食材の捧げ物として二匹のオスヤギを受け取り、これを引いてきてくじを引き、一匹を主のものにし、もう一匹をアザゼルのものにする。ここでアザゼルのものとされたヤギをほふらずに貸かし置き、これにて贖いの儀式を行う。こうして、 民の罪を負わされたヤギは、アレノのアザゼルのもとへ放築される。以上が、食材日の儀式である。ヘブライ語のアザゼルは、強い、ゴツゴツしたを意味するはずと、兄弟を意味するエルの合成語で、タルムード釈義では、荒野の瞬剣な岩山か断崖を指すとされる。このアザゼルの名は何らかの超自然的存在アマ人、あるいは、荒野の悪霊を指すとも解釈される。元は、 セム人の羊の軍の神であったのが悪霊とされたものという説もある。なお、72に約聖書では、該当部位にアザゼルという単語を使わず、8節のアザゼルのために、10のアレノのアザゼルのもとへ送り出すという部分がそれぞれ送り出されるもののため、解き放つためというように、ヤギに対して行う行為内容として翻訳されている。 これはギリシャ語に翻訳した70人役生書の役者がアザゼルが何だったのかわからなかったためと考えられている。英語のスケープゴートはスケープとゴートの合成語で食材のヤギあるいは身代わりや犠牲を意味する言葉として用いられる。これはヤギが罪を負わされて荒野に放築されたというレビキの故事に由来する。日本でも身代わりに他人の罪を負わされるもの。 不安や憎悪の吐け口として、迫害の標的にされるものを、カタカナ語で、スケープゴートという。アザジェル、または、アザエルは、第一エノク書などの目示文学やラビ文学において、打天使として登場する。この天使は、アシエル、アゼルとも表記される。アブラハムの目示録では7つのジャトウ、14の顔に、6体の翼を持つとされる。 旧約儀典の一つであるエチオピア語の第一エノク書によれば、エノク書に記される伝説では、打天使としてのアザゼルはもともとは神に命ぜられて、地上の人間を監視する、見張りの者たちの一人であった。アザゼルら見張りの天使の主張たちは、人間を監視する役割であるはずが、人間の娘の美しさに魅惑され、妻に目取るという金を犯す。 アザゼルラと共に200人ほどの見張りの天使たちが地上に降り人間の女性と夫婦となった。第二エノク書ではこの田天使の一団はスラブ語でクリゴリと呼ばれる。こうした物語は神の子らが人間の娘と交わったとする創世記の記述を後世の目視文学の作者たちが発展させたものと考えられている。エノク書の伝説においてはアザゼルラ グリゴリの行動は人間の文化工場に貢献したが、結局のところ、神の機嫌を損ね、神は地上に大洪水を引き起こし、大虐殺を行った。アザゼルが打天使となった経緯についてはいくつ仮説があるが、その一つに神の作り出した人間アダムに使えるように命じられるも、天使が人間などに屈すべきにあらずと頭を下げなかったという伝説がある。 このアザゼルの行いは神を否定するに等しい行為で、結果、天界を追放されたとされる。アザゼルという名は、神のごとき強者という意味のヘブライ語に由来する。全身は、砂漠の神で、カナン人の神アシズがルーツであると言われる。この神は太陽を激しく燃やすことを使命としたとされる。フレッド・ゲティングズによると、中世ヨーロッパの鬼神論では、アザゼルは、風の元素、 アザイルは水の元素に結びつけられる悪魔である。ネテスハイムのコルネリウス・アグリッパの隠避哲学は、司法を司る精霊の王の別名、あるいはそれに対応する悪魔の四君主として、サマエル、アザゼル、アザイル、マハザイルの名を挙げている。ロバート・フラットの普遍医学と宇宙の気象学に基づいて、その対応関係を以下に示す。コランド・プランシーの 地獄の辞典によると、アザゼルは、ヤギ版の魔人である。ゲティングズは、通俗的なデモのロジーで悪魔のアザゼルと、ヤギが結びつけられるのは、デビキのアザゼルに囲つけたものであろうと指摘している。ありがとうございます。